戸和田観光電鉄、戸和田観光電鉄株式会社、戸和田観光電鉄は青森県南東部を中心にバス事業を運営している会社である。2008年3月1日、経営悪化によりいわゆる新旧分離方式での事業再建を図るため、すべての事業を新会社に譲渡した。新旧二つの会社は法人としては別の存在であるが、会社名称、 称号や事業としては継承関係にあるため、本記事においては一括して取り扱う。愛称は、東鉄。バスは重鉄バスと呼ばれることも多いが、会社コマーシャルでは、とわだ観光バスと称している。九百十三年八月に、遠藤中治江門など九名が、軌道特許を取得し、小牧三本議官の鉄道の開設を目的とした、とわだ軌道、資本金1万円を、 翌年6月に設立したのが始まりである。1920年10月、戸和田鉄道に改称。1951年6月、鉄道機関拡張、電化し、同年12月に、戸和田観光電鉄に社名を改めた。1954年4月、戸和田湖畔に位置した旅館太陽を買収。翌年9月、古城遊覧船の営業を始め、 戸和田港を中心とした観光事業に本格的に着手した。1957年4月、小牧温泉、小牧グランドホテルの前身であるホテルイヨ道や小河原湖民族博物館2007年休館後、閉館等を設立し、観光施設を整備していた、戸和田開発社長の杉本幸男が事業拡大の一つとして、戸和田観光電鉄の株式を買いまして社長に、 就任した。しかし、その後のバス事業の経営悪化や、同社労働組合が、私鉄総連への加盟をめぐって、約70日間の長期ストライキを打つなどしたため、経営難に陥った。このため、杉本が、中北バス、秋田県大館市の再建で利益量を発揮した、国際工業に、中央の大手資本の力で再建してほしいと要請。その要請を国際工業が開拓し、 1969年10月、戸和田観光電鉄は国際工業の参加に入った。戸和田観光電鉄は電車、バス事業における利用客の減少や近年の燃料費の高騰、さらにはスーパー事業の不振から経営の継続が困難となった。このため、経営を抜本的に立て直すため、親会社であった国際工業が 関連会社分も含めて、計78億円の債務を引き受け、2007年11月16日に、事業譲渡を目的とした新会社、東鉄を設立。2008年3月1日付で、すべての事業を新会社に譲渡した上で、新東和田観光電鉄に、称号を変更し、新たなスタートを切った。これと同時に、関連会社である戸和田富藤屋ホテルの事業も新会社へ、 上渡した。上渡後の旧戸和田観光電鉄は、戸和田管理、旧戸和田富士屋ホテルは、道の区管理にそれぞれ社名変更の後、3月19日開催の株主総会で解散を決議、続いて3月25日に青森地方裁判所から特別生産開始が決定され、生産手続きに入った。鉄道路線の都和田観光電鉄線は、 1970年度に年間利用者が165万人に達しピークを迎えるが、その後は減少の一途をたどった。2010年12月に東北新幹線が全線開業し、戸和田湖観光の表玄関として七ことは駅が誕生すると客離れに拍車がかかり、そこに東日本大震災が発生。鉄道事業の赤字を補っていたホテルやバス事業も、 不審となった。このため、戸和田観光電鉄が、沿線の3市町に、約5億2000万円の財政支援を求めるが、沿線自治体は、財政支援の泥沼化を懸念し、支援要請を拒否した。これによって、戸和田観光電鉄は、鉄道の廃止とバス転換を決定。二千十二年三月十一日で、鉄道運行は終了し、翌日から路線は、 鉄道代替バス、戸和田三沢線に置き換えられた。2013年参加が国際工業グループから国際工業東北に変更となった。戸和田市、三沢市、八戸市、上北郡の拡張村を中心として路線がある。前乗り前振りを基本とする。車椅子、ベビーカーは折りたたんでから乗降することになっている。過去に導入された車両は、 オリジナルの塗装は施されているが、コスト削減のため、近年路線車両の新車及び中古車投入の際には、親会社だった国際工業と同じく、緑を基調としたものが導入されている国際工業バス配車車両の上渡も参照。ただし、鉄道代替バス専用車両については、オリジナルの塗装を施している。2012年4月1日現在、普通回数券。 10枚分の金額で11枚綴り、通学回数券、10枚分の金額で13枚綴り、特殊回数券、5枚分の金額で6枚綴り、片道運賃が1000円以上の区間のみ、発売の3種類を発売している。また、以下の指定された、鉄道駅からバス1丁目停留所間、戸は駅からバス140円区間を利用できる、電車。 バス乗り継ぎ回数券が11枚綴りで発売されていた。発売日から3ヶ月間有効。鉄道線廃止に伴い、販売を終了した。戸和田観光電鉄の鉄道、バスの定期券所有者及び同行する家族を対象に、土日祝日、年末年始、12月30日から1月3日、お盆休み、8月13日から8月16日、限定で、 鉄道、バス、一部系統を除くによしに乗り降りできるフリー乗車券を発売している。2010年9月16日から2011年6月30日の期間でコロプラ、日本縦断、花いっぱい一芸の旅とコラボレーションした鉄道線の1日乗車券を発売した。なお、定期券を所有していない一般客に対する1日乗車券類は、 数年では発売されていない。1955年9月から、古城遊覧船の営業を開始。1959年5月、同業の柳沢汽船を買収して統合した。総動船が就航し、2018年は4月から11月の期間で2航路4隻の遊覧船で運航。2017年度の利用客は、前年度より5158人。 多い119,331人であった。かつては、と和田湖観光汽船との共同運航であったが、同社は2013年11月に民事再生手続きが廃止、破産している。2012年3月31日まで、鉄道事業も行っていた。以下の記事を参照。スーパーマーケット事業のほか、 歌詞店舗の経営等を目的に1985年3月、戸和田観光電鉄100%出資の系列会社として設立。ダイエーのフランチャイズ契約を下に、ダイエーとして、駅ビル店、1985年10月開業、三沢店、ビートルプラザ1996年7月開業の2店舗の運営を行う。ダイエー時代のキャッチコピーは、暮らし一心。 快適ショッピングであった。駅ビル店では、1990年代に、青森放送、RAB ラジオ制作で、ゲストを迎えてのコンサートやトークを中心とした、構成による、公開制放送番組、月刊ラジオワクワクサンデーが話されていた。放送は、最終日曜日の16時 -17、00、番組表での表記は、サンデースペシャル。大の経営再建で、 2003年には商品供給契約が変更。2005年末には産業再生機構の支援による経営改革の一環で提携解消が通告され、2006年3月をもって大英との商品供給契約は解消を取った。同社との契約解消後は他のスーパーマーケットとのフランチャイズ契約を行わずに当鉄として、 営業を続けたが、さらなる競争激化により、同年10月2日に、スーパーマーケット事業から撤退を発表。三沢店を、同年12月31日に、駅ビル店を2007年3月31日に、それぞれ閉店した。三沢店は、同店以外のテナント15店舗の経営者で組織する、共同組合、三沢ショッピングセンターは、営業を継続し、店舗後には、 2007年、平成19年3月22日に、自売用品チェーン店のトマトイカンが開店し、同月31日にドラッグストアチェーンの横浜ファーマシーが運営する食品も扱う、スーパーシティアサヒビートルプラザ店が開店して、取扱品目面も含めた後継店舗となった。一方、駅ビル店は、デベロッパーのサンシティ、宮城県仙台市が同駅舎を兼ねた。 現在の建物を解体、さら地にした後に、駅舎を含んだ複合型ショッピングセンターを建設するなどの再開発を計画していたが、重鉄の親会社である、国際工業やアメリカの投資ファンドであるサーベラスの意向もあって交渉が難航。2007年、平成19年3月30日にサンシティは土地、建物の価格面で折り合いがつか、再開発計画を断念した。しかし、 当社直営のスーパーが閉店したことから、ほとんどのテナントに対して撤退を余儀なくされ、駅やターミナル機能以外では、銀行と郵便局など一部のみが営業する状況となった。その後、同年10月30日には、新たな再開発構想が浮上し、住鉄の親会社であった、国際工業が新たな開発業者として、大和システム、大阪府大阪市と交渉し土地と建物の、 売却契約を結ばれて同社に譲るされた。大和システムは2008年、平成20年末開業の予定で新たな複合型ショッピングセンターを建設する構想を進めていたが、テナント募集が進まなかったことから、開業予定を一旦2009年、平成21年下半期に先送りし、その後2010年、平成22年下半期に再度先送りすることを、 戸和田し側に申し入れた後、2009年、平成21年5月15日に再開発計画を凍結する方針を固めたことが表面化し、そして2010年、平成22年10月に大和システムが民事再生法の適用を申請してその手続きに入ったことから、この再開計画は事実上白紙撤回された。そこで地元の不動産業者が、 受け皿となる不動産開発会社を設立して、2011年、平成23年3月までに買収交渉を終えて取得し、地場資本による再開発を行う構想を発表した。そして、2012年、平成24年1月にスーパーマーケットを各店舗として、物販、飲食や銀行などのテナントが入居する約8000メートルの商業施設に、 アートやイベントなどで活用できる公益的機能を持たた約1000メートルの広場を併設した新たな複合商業施設を建設する構想が浮上した。ところがこの不動産開発会社は建物の解体を行ったものの新たな施設を建設する前の段階に止まった状態で2014年平成26年4月までにスーパーマーケットをチェーン展開している。 ユニバスに会社ごと売却されたため、同社に開発の主体が移る形となり、2016年11月に近隣のユニバース東一番頂点を移転する形でユニバース戸和田東ショッピングセンターを開設した。2009年秋には重鉄主催のイベントで、当鉄店舗跡が会場として使用され、2010年、2011年の同イベントも、 同じ会場で開催された同イベントはその他に重鉄に関連した施設を中心に開催している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。